シネマ 3D とは LG エレクトロニクス製液晶テレビのブランド名である。2011年3月に世界市場向けに発売開始され、日本国内では2011年6月にシネマ 3D テレビやシネマ 3D モニターなどの製品リリースが続いている。シネマ 3D の由来は、 映画館で 3D 映像を見るときに使われる紙やプラスチックでできたシンプルなデザインの 3D メガネでも 3D 映像が気軽に楽しめるようにと命名された。本ブランド名は日本国外においても用いられているが、本校では主に日本国内における製品について記述する。フリッカーは映像を映し出す画面側の信号と 3D メガネ側で左右のレンズが 交互にオンオフになるアクションとのズレが原因で、主に SG 方式を採用したテレビで見受けられる。このちらつきによって引き起こされる頭痛やめまい、目の疲労などが、3D は疲れるなどという印象をもたらしたと言われている。ちらつきなどが原因で大きな社会問題となった例は、1997年12月16日にテレビ東京及び系列局で放送されたテレビアニメ。 ポケットモンスターの視聴者が光過敏性発作などを起こした事件、ポケモンショックなどがある。また、国内外の企業で構成され、3D 立体表示機器の開発、普及や 3D コンテンツの拡大の促進を図ることを目的とした団体、3D コンソーシアムでは、フリッカーが光過敏性転換を引き起こす可能性があるという調査結果から、ちらつきが、 眼性疲労の原因であることを警告し、3DC 安全ガイドラインを発行し、注意を呼びかけている。シネマ 3D は、これら SG 方式のような電子回路を使わず、変更フィルムを採用することで、ちらつきのない 3D 映像を実現した。これを FPR 方式といい、通常、ディスプレイ画面に左目。 右目用の2つの映像を映し、電子回路を使用しない変更フィルターを採用した 3D メガネを通じて映像を見ることで、ちらつきを軽減した 3D 効果を作り出すため、3D 映像を見ている人の目に過度な負担を与えないとされている。シネマ 3D は1080本の水平画素1ラインごとに左右それぞれの映像を表示し、液晶パネルスクリーン上と 3D メガネの変更フィルターを通じてみるので、多方式の技術では限界だった残像や画像のブレも解消し、左右の映像を同時に提供できる。そのため、よりクリアで鮮明な立体像を保てるとされている。3D メガネはこれまで、テレビ画面の正面以外では見にくいといった、視聴範囲の狭さが指摘されていたため、複数での視聴は困難との声もあった。 シネマ 3D は水平方向170度以上の視野角を持っているため大勢の人が集まっても 3D コンテンツを鑑賞できるという利点を持つ。また SG 方式の場合映像を透過するメガネの角度とテレビ画面の角度が合っていなければ視聴できず横たわったり寝転んで見ることが不可能だったがシネマ 3D ではどの角度から見ても色合いの変化が極めて少ない。 新 IPS パネルとテレビ画面との電子的な動機が不要な変更方式を採用したため視野角内であればどんな姿勢でもリラックスして 3D 効果を体感できる暗くなりがちだった家庭用 3D 機器の映像特性をライトブースト機能により解消した映像視聴時従来の約2倍という明るい映像をバックアップし蛍光灯などの照明下でも明るく クリアな 3D 映像が見られる。動きのある映像で残像感を抑える倍速表示テクノロジートルーモション240を搭載。デジタル映像技術によりあらなりに作り出したコマと LED バックライトスキャンにより1秒間に240枚の映像を表示する。独自の 3D 映像変換アルゴリズムが映像内のエッジ情報やカラー情報を正確に分析し、 全体の構図の奥行きとここの部分の奥行き情報を算出しワンタッチで 2D 映像から 3D 映像へと切り替え可能なシステムを搭載した。シネマ 3D の変更方式のメガネは FPR 技術を採用した LG の 3D 製品なら他の製品でも共通して使用ができる互換性を持つ。また SG 方式のメガネより格安なため 追加購入も良いとされる。さらに、s 字方式メガネの場合、3D を楽しむためにメガネを常に充電する必要があるため、長時間使用するには不便だが、FPR 方式メガネは、メガネ自体に特殊な電子回路が内蔵されていないため、充電する必要が一切なく、普通のメガネやサングラスのような感覚で使用できる。また、3D メガネのバリエーションも多く、 普段からメガネをかけている人にとって 3D コンテンツの利用は困難だったものの自分のメガネの上からクリップで直接かけられるクリップオンタイプの 3D メガネが登場したことで多くの人から支持を得ている。また2011年11月28日にファッション性の高いメガネデザインで定評のあるフランスのメガネブランドアランミクリと LG が共同で開発した 3D 視聴メガネアランミクリタイプ AGF270 を発表した。発売は2011年12月上旬で価格はオープン。推定市場価格は1万円前後となる見通し。リンウッド5710は発売日不明付属機能モニターはテレビと同様に 3D メガネが同梱されている。シネマ 3D の型番は一般的に インチ数リンウッド数字4桁で表されており、東芝のレグザと同様、型番にハイフンが存在しない。モニターのモデルコードは、D インチ数数字1から2桁アルファベット、1から3で表される。セカンドテレビ用として販売した製品など一部、例外もある。出演者、向井治、リリー・フランキー・サムスンと LG 世界のテレビ市場で、シェア1、 ニーレンゴーニュース2011年11月21日、LG e スポーツジャパンカップに特別協賛、会場の 3D 映像でゲームを観戦しよう。朝日新聞2011年10月28日、LG 電子、SM タウンライブワールドツアーを講演はお、コリア2011年10月19日 3D、C 安全ガイドライン 3D コンソーシアム2010年4月20日改定、LG、 3D テレビ、シネマ 3D 用のメガネに、アランミクリデザインモデル追加マイナビニュース2011年11月28日。ありがとうございます。